はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、モンスターハンターライズ楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今日はですね、属性スラッシュアックス装備紹介第4弾かな、水属性のね、スラッシュアックス、こちらご紹介していきたいなというふうに思っております。水属性強属性瓶のスラッシュアックスですね。でですね、あの水属性の弱点は主にですね、マガイマガットとか、それからアンジャナフあたりが、いるんですけれども、マガイマガットをチャレンジしたんですが、なんかね、立ち回りうまいこといかんっていうのがありまして、ちょっと今回はアンジャナフさんに相手してもらうことにしました。マガイマガト戦、結構ね、元気瓶の方が相性良くてタイム早いんですよ。なんで水属性である意味があんまなくて、でなんか水属性でヒーヒー言うアンジャナフさんに今日は相手してもらっておりますということですね。さあまずはしっかりと貯めていきたい。強属性瓶なので、まあ、そこそこ貯めやすいですね。さあしっかりとボリ押しをしていく。混合連符があるんでね、だいぶ相手の方向とかこういう移動した時とかも、まあ、距離詰めていけるんで、まあ、尻尾ブンブン危ないね。尻尾ブンブンもしっかりとこの混合連符でゴロしていきましょう。危ない。回避距離アップレベル1がついてますので、モンスターとの距離は比較的ためやすいかなといったところ。レベル2以上積んでもいいんですけれども、2以上すると行き過ぎるっていうこともありますので、その辺は自分の立ち回りによって変えてもらえばいい。危ない。これも混合連符で実質無効化、まあ、ダメージはちょっと食らいますけどね。危ない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 。混合連符のゴリ押し感がさあ倒れた。倒れたら頭に行きましょう。で ZR で ZR A で ZR、 そうこんな感じですね。こうやってコンボをつなげていくことによって一番 DPS が稼げるらしい。もう一回ほっ惜しい。さあ、これで足が傷ついたんで、足傷つくとかなりですね、肉質が柔らかくなりますんでね。アンジャナフさんはアンジャナフの情報どうでもいいか。そう傷ついてるでしょ足にね。そうすると肉質がかなり柔らかくなるんで、バババババイ、ゴリ押ししてるとね体力がなくなってくんで、アンジャナフって吹っ飛ばし攻撃あんまないんですよね。危ない。逆に、あおいいね。これはあれかな、足ダウンですかね。さあ ZR ZR A で、これでもう一回 A 押してきて連撃でまた溜め直していくと。強属性瓶はね、溜めやすいのがやっぱいいところですね。強撃瓶だとこうはいかないんで、もう一回ほいほいで ZR、 危ない、あ危ない。もう一回混合連符でゴリ押ししていく。でこれ待機になったので、総流待機になったら砥石を研いで切れ味を復活させてから殴りに行くと。 OK、 いいよ、今のところいい立ち回りだ。さあ壁にぶつけていこう。1回目、2回目、まあ、壁落ち込んじゃっていいね。3回目と OK で、頭弱点なんで頭に近づいて A ZR ZR A で ZR で混合連符でもう一回ゴリ押ししていくと。このコンボ永遠にしてればね勝てる。さあ瀕死になった。もう一発 OK。 さあゼロ距離で決めに行こう。よいしょ、パン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 と。なかなか早かったですね。これね、マガイマガットだとこうはいかないんですけどね、なかなか。で3分54秒と、まあ、3分台、まあ、4分台ぐらいですかね、安定しました。4分台、まあ、たまに遅いと5分かかっちゃうぐらいの感じなんですけども、マガイマガとアンジャラフあたりには結構有効かなと思うんだけども、さっきも言ったようにマガイマガとはなんか俺のプレイングスキルだと元気瓶の方が早かったって感じでした。さあ早速装備紹介をやっていきましょう。これでね、竜も氷も雷もやったんで、そろそろ属性スラッシュアックスの装備紹介はおしまいになりそうだな。というわけで装備紹介パートやっていきましょう。今回使っていた武器は D ビジョンというこちらのオロミドの派生のねスラッシュアックスになっておりまして、攻撃力は180と、まあ、ちょっと低めですね。で切れ味は青で、水属性値が42、これ42はかなり高い方ですね。
他の属性値と比べても、例えばこのフォールドラッヘ流動性22とかね、あとこのリムズバロチェットとか25とかですけど、42っていうのはかなり高いですね。その代わり攻撃力がちょっと低いよというで、回収率は 0% で、スロットが21と空いてまして、かなり優秀です。で、装着便は強属性便であると。で、強属性便っていうのは、まあ、そこそこたまにです。中間くらいですね。便の種類の中では。中間くらい。まあ、あんまりストレスなく、覚醒状態に、まあ、持っていける便であるということですね。で、この、スラッシュアックス、いいところがもう一点ありまして、作りやすいということ。オロミドロの貝を狩ると、生産できるんで、これを。なんで、生産して、強化して、強化するだけなんで、かなり、作りやすいかなと思うんですけども、最後に、オロミドロの玉が必要ですよっていう、ことになっておりますと。いうことですね。はい。で、ステータスというかスキルですね。全身のスキルなんですけども、こんな感じになっておりまして、必須スキル、僕が思う必須スキルは、強化持続レベル3と高速変形レベル3くらいですかね。この2つが、まあ、あれば別にいいかなっていう、他はどうでも。まあ、一応今回は、上から説明していくんですけれども、攻撃レベル7。これはまあ、打点がね、単純にアップできるかなと思って入れてます。これ別にこれじゃなくてもね、なんか、回収率上げるとかでもいいと思いますし、これご自由にどうぞって感じですね。で、水属性攻撃強化は、まあ、もともとのこの武器42っていうね、水属性値あるんで、まあ、その42の、まあ、攻撃値を上げてあげるっていうのは、まあ、理にかなってるかなと思って、倍率がアップすれば、それだけ強くなる、幅が大きいんでね。なんで、これは水属性レベル強化5まで、してますと。で、弱点特攻レベル3は、今回はね、パンパン攻めしないで、しっかりと弱点を殴るという立ち回りができる。と思ったので、弱点特攻レベル3にしてますけども、まあ、これ弱点特攻じゃなくて、弱点殴れないっていう人はね、例えばほら、パンパン攻めする人とかって、弱点に貼り付けないこともあるんですよね。なんで、そういう時は、まあ、挑戦者とか、まあ、そういうなんかその火力スキル、まあ、見切りとかね、ああいう、まあ、スキルに、渾身とかでもいいかもしれないですね。にしてもらっても、ま、いいのかなというふうに思ってます。だから、あんまりね、渾身は、スラッシュアックス今回結構コロリンコロリンして移動するんで、あんまり相性いいかって言われると微妙かもしれません。で、強化持続レベル3は、覚醒状態の時間を 2倍にできるんですよ。つけてない時よりも、このスキルをつけてない時よりも。なんで、これはね、あった方がいいかなと思ってますね。これいらないよっていう人は、もうちょっと火力に振っていいと思います。はい。まあ、TA 勢とかだと入ってない人もいますけど、まあ、僕はあった方が快適に狩れると思ってるんで、入れてますと。で、砥石を高速化レベル3は、1スローが余ったんで入れてますと。で、高速変形レベル3は、速度がね、変形切りの速度が 1.3 倍になるんで、これはあった方がいいですよと思って入れてますと。DPS も上がりますしね。はい。で、風圧耐性レベル2は、これおまけです。で、回避距離レベル1と。これね、風圧耐性レベル2がなんでおまけなのかっていう話をちょっと雑談でしたいんですけども、はい、これです。そうです。リュウさんね、弱風テーブル。まあ、要するに通風テーブルと言われているテーブルだったんですよ。これ通風テーブルっていうのは何かっていうと、これ以降、なんかもう弱いお守りしか出ないテーブルっていうのが存在するらしいんですよ、このライズには。で、この弱点特攻レベル2、風圧耐性レベル2っていうのを持ってると、なんかもうほんとクソ作お守りしか出ないらしいんですけども、私物の見事に通風テーブルでございましてしっかりめにこれ持っておりました。なので、もうこれ使ったのと思ってこれを使っていますということですね。で、上から D ビジョンで、防具はオロミド、ジュラ、レウス、ジャナフ、ガブラスーツとなってますね。で、結構こうね、ジュラメイルがね、あるあるなんですけども、これすげえ使えって言われるんですよね。シミュレーターかけると。スキルシミュレーターの使い方は概要欄に載ってるんで、よかったらそっち見ていただければなと思うんですけども、これ強化持続レベル2ついてるんで、なんか絶対使えって言われまして、なんで、このジュラメイルの呪いから逃れられないという、スラッシュアックサーは。結構ね、これ厳しいですね。これね、すげえダセえんですよ。ジュラメイルダセえんですよ、これほら。わかります？ダセえんですよ。これちょっと納得いかないですけどね。で、装飾品なんですけども、攻撃、流水、攻撃、研磨、で、紅葉を、で、側編、流水という風になっておりますね。はい。僕は弱点特攻2のお守りが、これしかないんですよ。これしか持ってないんで、これを使わざるを得ないんですけども、弱点特攻2、スロット2とか、いうお守りを持ってる人がいたら、もう一段階強くなるかもしれませんね。この装備。僕は通風テーブルなんで何度も言いますけど、これしか持ってないんで、これを使ってますと。いうことですね。悲しい。死にたい。運営さんどうにかして。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。